育成先生はその作品を見たことなくても可愛いと思ったキャラを描きたいと思った場合、ある程度調べて二次創作を描くのありだと思いますか？俺はそっち派だけどね。仕事とかできたら特にそうなんだけど、ほとんど見てなかった VTuber さんの事務所から12人書いてくれみたいなことを言われた時は、俺ちゃんと12人の配信ある程度見てから書いたけどな。それくらいしないと書けんくね？さすがに。何もわかんないの、キャラだけで描くの俺苦手だから、基本的に見るけどな。だからスケベの絵とか大体クオリティすげえ下がるんだよ。当時ね、あんまり有名じゃなかったんだけど、今めちゃくちゃ有名で、Vスポさん？Vスポさんのやつ描いた時、当時あんま見てなくって、それのなんかね、バレンタイン企画みたいなのがあってね、期間がめちゃくちゃ難しかった、短かったんだけどさ、なんかやってほしいみたいなこと言われたんだけど、それで、じゃあやってみようかなって言って、やったら、10日くらいしかなくって、締め切りが、確か。もうちょっとあったかな。でもなんか俺、徹夜してみたわ。V スポーネットたち全員。徹夜してみて、一人一人書いたけど。あ、これこれこれ。何年前だっけこれ。2年前くらい。もうちょっとあったかもしれん。ちょっと言い過ぎたかも。でもあんまなかったよ、本当に。これ確か俺、一回断ったのにまだ、お願い何とかしたいんでって言われて、あ、じゃあちょっとやってみますって言って。こういう頼み方されると、嬉しいですよね、やっぱり。俺これ受けてよかったなと思ったのが、この時ってあんまりまだ、そんなにでかい事務所じゃなかったんだけど、やった後にしばらくしたらめちゃくちゃでかくなってて、やっといてよかったで。今じゃもう俺来ねえんだけど、当時無理してやってよかったと思った。そうやってちゃんと、頼み方上手い人たちってうまくいくんだろうなと思ったわ。なんかやっぱどっかで。いや、運いいんだよな、本当に。自分がね。今じゃ絶対関わらないぐらい、でかくなっちゃってるから。営業は上手。いや、もう紳士的なんじゃない？常に何かに対して、紳士的に、やる人が揃ってんじゃない。だからうまくいくんだな。裏方がそういう人たち多いとやっぱりうまくいくんじゃない。また私話来たらやりますか。いや今だったらやるんじゃない。さすがに今の V スポさんならみんなもう絶対やりたいでしょ。こんだけでかかったら。